はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。大貝です。今日は開封動画です。またタバコ買ってんじゃねえかと言われそうですが、前回買ったのが 3月なので、実に3ヶ月ぶりにタバコを買うことになりました。これね、今日はですね、東京都目黒区自由が丘にある、泉屋さんから、タバコを買いました。泉屋さんから買うのは初めてで、っていうのも、いつも四十七タバコさんを使ってるんですが、ちょっと泉屋さんにしかない銘柄というかいろいろあったもので、今回泉屋さんからいろいろ買ってみました。泉屋さんも種類揃ってて、いいお店なので、ぜひ近くにいる人は行ってみたり、買ってみたりしてみてください。こっちは固定されてないのか。ということで開けていきます。で、主にフレーバーものを買ったんですが、セブンシーズとか、あとマクバネじゃない、キャプテンブラックシリーズは地元のタバコ屋 で売ってるので、ちょっとそれ以外を買ってみました。切れ味悪いな、このナイフ。ナイフっていうか、もうよいしょっと。では開けたいと思います。いつものあれですね。ちょっと変わったものも買いました。はい、いつものものも買ってます。ちょっと変わり物も買ってますので、面白いかもしれません。面白い。まず最初に、サミュエル・ガービズのファイアダンスフレーク。知ったことなかったんですよ、これ。で、フレーバーものらしいので買ってみました。はい。それと、これもダン、これダンタバコが、期待できねえな。スイートバニラハニーハスイートバニラハニーデュー、文字通りハニー、蜂蜜が使われているフレーバーですね。はい。それと、シャクムの4番。初めてです。この辺、これは。この辺も初めてです。シャコムの6番。それと、あとこれはリピート買いですが、オーネル&ディールのサンディピクニック。これは完全にリピート買いです。よく吸うタバコなのでね。とりあえずタバコ入れに入れて、ここからが多いところです。まずサンデーズベスト 20g、 20g のやつが結構あったんですよ。お試しにいいと思って。見えるかな、
反射で見えづらいかな。サンデーズベスト。それと、ヘレニズム 20g。またまた、これは 20g じゃないな。カロミオ。これ、ダンなのが、なんかダンタバコって嫌なイメージしかねえんだよな。デビルズホリデー。これ 100g で普通は売ってあるんですが、泉谷さん 20g で売ってるのが結構あったので、いろいろ買ってます。あと、アークロイヤル。これ無難なとこですね。アグロイヤル。それとアンフォーラのブラックキャメディッシュ。まあ、これも無難なところです。それと、ピーターソンの、アラン。初めて買いました。アランなんてあったっけみたいな感じなんですけども。ピーターソンから出てるパウチ3つのうちの1つですね。全然興味持ってなかったんですが、フレーバーものらしいので買ってみました。それと、当たりしかない桃山。これは、ストック用です。それと、オーリックゴールデンスライスド。まあ、バージニアものも買っておこうかなと思って一応入れました。それと、アンフォーラーじゃない。ラルセン、スイートアロマティック。まあ、これも無難ですね。無難なところです。以上ですね。今回買ったのは。20g のパウチがいろいろと買えましたので、順々に買って、吸ってみて、紹介していきたいと思います。面白いね。こうやってモールつけてくれるんだね。確かに、ワンボールに2本あれば足りるからね。ちょっと助かりますね。こういうの。はい。じゃあ、これもタバコ入れに、おさっと。あれ、入るかな？入るよ、入るよ。入った。よし。ということで、今日はこんなところです。はい。ちょっと開封動画でした。フレーバーものを主にね、買いましたので、フレーバー系でちょっといろいろ試してみたいと思います。リピート買いしてるものもありますが、捨てないものもかなり多いです。なんで、どんな味になるか、味をするかっていうのはちょっとワクワクですね。はい。では、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。お付き合いありがとうございました。ではまた。